若松パイナップルナイター西日本スポーツ杯7日間シリーズの初日、ラストの一戦はドリーム戦第12レース、1号艇福岡の中辻隆人、2号艇福岡の平田忠則、3号艇静岡の重野聡、4号艇岡山の森谷美穂、5号艇滋賀の片橋幸隆、6号艇徳島の菅文也です。風はほとんどなく穏やかな水面、1号艇は中辻隆人です。今年はすでに V7 24乗制覇も達成し、上々ムード中辻の陰線。2コースに2号艇平田忠則です。陰水域は地元の2人、センター勢は当地 V4 の実績があります。3コースに3号艇重野聡、4コースが4号艇森谷美穂、角線です。5コースに5号艇片橋幸隆、サイアウトチルトマックスの 3.0、 6号艇菅文也、外枠両者は直近の優勝ともにまくり一撃でした。体型は3対3に分かれています。進入内側から1番2番3番4番6番5番の並びです。スタートしましたドリーム戦第12レース、3号艇の重野がわずかに覗いています。6号艇菅が出ていく、1周1マーク、逃げる1号艇の中辻、続いて6号艇の菅がまくり出してくる、内側から3番2番バックストレッチは1号艇の中辻が先頭です。スタートは前提正常でした。1号艇中辻がトップ、2番手は3号艇重野が一歩前、追いかける6番2番2マークです。トップで1号艇中辻、続いて3号艇重野の外を回して全速線、6号艇の菅、先頭は1号艇の中辻がリード、その後ろ2番手は6号艇の菅が一歩前、3号艇の重野が一定審査で追走です。レースは2周目に入っています。1マークトップで旋回1号艇中辻、続いて3号艇重野が回って指してくる6号艇の菅、2番手は6号艇の菅がキープもアウト、ピタリとマーク3号艇の重野、その後ろは若干水が空いて2号艇の平田、5号艇片橋、4号艇の森谷と続いています。2周目の2マークトップは1号艇中辻、続いて6号艇菅の外を回してくる3号艇の重野、2番手は6号艇の菅が守っていますが、まだ僅差で追走、3号艇の重野聡が食らいついていきます。レースは最終周回です。先頭を走るのは1号艇中辻隆人、最後のバックに抜けます。2番手6号艇の菅、続いて3号艇の重野とバック側、2番手は6号艇の菅がキープ、3号艇の重野が3番手、上位の体型は1番6番3番、ラストターンマークの旋回に向かいます。ドリーム製紙初日連帯の甲府なでとなりそう。1号艇中辻がトップ、2番手は6号艇の菅、内側から3号艇の重野、2番手は6号艇菅が守って、3号艇の重野は3番手、まもなくゴールです。先頭1番ゴーリン、6番ゴーリン、3番2番ゴーリン、5番ゴーリン、4番ゴーリン、以上前提ゴールインしました。